はい、こんにちは今日はですね e o s キス m で、えー、とうまく光を活用して商品の、えー、さらにクオリティを上がった撮影方法を説明したいと思いますまずは今回今日はレンズで試していきたいと思いますそしてね、えー、と今こうやって照明を使って、えー、とこのように撮影しておりますだから光的にはもう こっち側から、この左側からしかこうやって光が当たっておりません、えー、右からはほんの少しね、えー、と外の光があるんですけどもほとんどこっちがメインに、えー、映っているのかなっていうふうに思いますただね今見ていただきたいのがこちらの方がやっぱりね光が強い、えー、左からの光が強いのでこちらの方が影になっておりますねなので例えば皆さん商品とか何か食べ物とか撮影するときに あるあのやっぱり暗くなってしまうところを、えー、例えばこの A4 用紙を使うことによって、まあ、普通に1回撮影します普通に1回撮影しますと、はい、で例えばこれに紙を置くことですごくイメージが肉感のイメージが変わりますはいこれで1回撮影します はい、左側、えー、右側が、ね、ちょっと明るくなっているのが、えー、お分かりいただけるかなと思います。そして今回は、まあ、そのようなことを、えー、この利用を、この紙のような原理で、えー、この CD-R を今回は使って撮影したいと思います。えー、っとなぜ CD-R かというと、やっぱりね、ここが CD-R の後ろがちょっと反射するんですごく色もついてね、また面白い表現ができます。まあ これが便利だよ、これが思ったのが、えー、裏面が、じゃあ表面が白色。白色でも、やっぱりさっきの紙のような、えー、のも使えるし、例えば、まあ、もちろんね、こっち側でまた面白い表現ができるということです。さらにね、こっちはね、あのー、光沢が、光沢というか、光の反射の方が、えー、力が強いと思うので、さらにね、反射しますね。一回、じゃあ、えー、と、こっちの方で、 撮影してみたいいと思います、はい、こんなふうに,、ねはいはい、になっておりますなんかさっきよりねまた反射してるのかなっていうのとプラスここのねやっぱり白じゃないのでこの CD-R の独特なこのレインボーみたいなこのカラーが被写体にも反射して 面白い表現になりますね白だったら白とまた、えー、と色がね光の、えー、付き方がまた違うのですごく面白いなと思いますね。で、まあ、例えばこれをこんな風に写真撮るのも面白いですし例えば人の顔とかにもこうやってうまいこと反射して表現させるとまた面白い絵ができますね。はいで すごくね、これ CDR 今回使えるなーっていうふうに感じましたまた、またね、この今回動画を使う場面にあたっても例えばこうやって商品の紹介をしたいとかねやったらまたこう例えばこうやって被写体をこう刺す,すことによってまたかっこいい映像ができますねはいはい一回撮ってみますねはい行きます はいどううでしょうかまた面白いか感じができますね。これはね、この CDR の色の独特、えー、本当にすごくいい表現ができますね。逆に白い目を使ってみますと、はいこのように、えーま、このだけですごくね面白い表現ができると思います。これただ、すらしてるだけなんですけどね。例えば、また逆に白をやったらまた違うんですよね。ちょっと真っ白な絵なんですけども。 シューバだったら、こうやってちょっとかっこいい映像が撮れますね。はい。このようにして、うまくこの CGR を使って、えーっと、撮影の表現を、えー、使っていただければなと思います。今後ね、また光っていうのがすごくね、えー、カメラの設定プラス光っていうのがすごくね、重要になってくると思うんで、また、紹、え、介、ー、できたらなっていうふうに思っております。ありがとうございました。